ビットプリ TV 始まるよ。わわ、はい、長谷川コーチ、今回は、どのようなことを、ご披露していただけるんでしょうか。はい、今回はですね、ストロークのラリーを安定させる、それのコツになればいいなと思いまして動画を撮らせていただきます。はい、ありがとうございます。ストロークのね、ラリーの安定というところでね、結構ストロークのね、ポイントっていうのは結構伝えていただいているんですけど、今回ラリーというところで、そうですね、はい、そこに、焦点を置いた、ね、実践やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではポイントの一つ目です。ポイントの一つ目は、このテイクバックしたとこからインパクトまでをゆっくり振り出す。ここから焦って振ってしまうんじゃなくて、少しゆっくり振ってみましょう。やっぱりこうラリーの安定しない方はどうしても焦りが生まれてテイクバックしたとこから忙しくなりやすいんで、なるべくこのテイクバックのとこからゆっくり振り出してボールを打ってみましょう。実際にやってみます。お願いします。はい、今ちょっとゆっくり振ってみたんですけど、ゆっくり振り出すことによってラケットがこうボールに近づいてきます。で、正確にボールを捉える形がこうできますから、しっかりこうボールをミートすることができます。あまり遠くから焦って振ってるとこう打ち損じたりしやすくなるんで、なるべくこうラケットがですね、ラケット面がボールにしっかり近づいて捉える形を作ってから、しっかり前でスイングしていただけるとしっかり安定して真ん中にも当たりますし、前でしっかり振り切ることによって自然に伸びるボールが打てると思います。はい、ではポイントの2つ目にあります。ポイントの2つ目は、結構やっぱりラリーが安定しない方の多くは結構いいボール打とうとしすぎちゃって力が入りすぎてしまう、それによってミスが結構多くなってしまうんで、最初ラリーを安定させるにあたっては私がお勧めしているのは引き分けのボール。もちろんミスしちゃうと負けちゃうわけです。 ですがあまりこう強く打とうとして勝とう勝とうとしてると自滅してラリーが安定しないんで、勝ちもしないですけど負けもしない、引き分けのボールをたくさん打てるとラリーが安定するんじゃないかなと思います。ちょっと今引き分け狙いでラリーしたいと思います。お願いします。もう頭の中のイメージをこの勢いで何とかしなきゃとか思わなくていいんで、引き分け狙い、こうやって余裕を持たせてですね、安定させてラリーができるようにやっていきます。それがあんまりこう、もっといいボール、もっといいボールってやってるとミスがどうしても出やすくなりますから、もうちょっとこう相手の人に打たせるぐらいでいいやっていう感じでラリーしていただけると、ラリーの余裕安定感につながるプレーになると思います。はい、こんな感じで引き分けでいいよっていうイメージで打っていただければいいと思います。ただこれだけだとちょっと正直物足りないよっていう方は、この今の引き分けのボールを使いながら何をすればいいかというと、相手の予測、相手の体勢を見たり、相手が次どこに打ってくれるかな、相手のしっかり予測を立てるっていうのはすごい大事になります。だから相手のボールを送ったらですね、相手の格好を見て次どこに来るのかなっていう予測を立てると、よりラリーの主導権も握りやすくなります。ちょっと1回やってみます。お願いします。ボールを打ちます。打ったら相手を見ます。観察する。打って相手を観察しながら、これが引き分けのボールでいいです。で相手を見ます。はい、今ご覧いただいた通り、引き分けのボールを使いながらですね、相手の体勢がどうなのか、相手が次どこを打ってくるのか、そういうのを予測することが、できますんで、もう毎回毎回いいボール打たなきゃと思ってると
そのボールばっかり意識いって相手を意識することができなくなるんで、うまくこう相手に打たせることによって相手の情報を得ると、まあ、そこからしっかり次の自分の攻撃に結びつけたり展開にいけたりするといいラリーができると思いますので、まずは今日のメインは安定させるということですので、まあ、もう一回おさらいしますと、テイクバックしたところからインパクトまでをゆっくり振り出す、あまり焦って早くいかないようにしてみてください。そして2つ目は狙いを引き分けでいいんだと、あまりこういいボール打たなきゃってあまり思いすぎて自滅してしまうと自信が、ね、つかないんで、うまく相手の隅に打たせるラリーを多くできるようにね、まあ、そういう意識を持ちながらぜひやってみてください。本日はありがとうございました。